医療保険はこのままでいいのでしょうか。お客様は足りない不安も払いすぎの懸念も拭いきれていません。でもどうしたら。だから月ごとの自己負担額に備えられる月額保障とサービスを一体化、誰にとってもちょうどいい新しい形の医療保険を提案します。これはアフラックだからできる挑戦です。社長、ご決断を。アフラック、安心の当たり前を新しく、リーズン誕生。さあ行きましょう。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。でかっ。この子はずっとここにいるわけじゃないんですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。提案する役になってます、うん、なんでまあ最終的には結構厚めっていうか、はい、気持ちが、はい、よー、はーい。医療保険はこのままでいいのでしょうか。お客様は足りない不安も払いすぎの懸念も拭いきれていません。はい、はい、よーし、はい。医療保険はこのままでいいのでしょうか。はい、はい、いきます。よーし、はい。医療保険はこのままでいいのでしょうか。はい、はい、やっと。医療保険はこのままでいいのでしょうか。はい。お客様は足りない不安も払いすぎの懸念も拭いきれていません。はい、お客様は足りない不安も払いすぎの懸念も拭いきれていません。よーい、せーの。だから、はい、はい、よーい、せーの。だから、はい、はい、だから、これはアフラックだからできる挑戦です。はい。これはアフラックだからできる挑戦です。はい。これはアフラックだからできる挑戦です。の。社長、ご決断を。おい。社長。よー、せーの。社長、ご決断を。はい。社長、ご決断を。社長でしょ。社長になるから。はい、カット。よー、せーの。さあ、いきますよ。はい、カット。難しいよね。あ、いいですね。うん、はい、うん、はい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 、うん、うん、はい、素敵。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今37、今年38になりますけど、やっぱり体力の衰えであるとか、やっぱ心配なことってものすごく増えるんで、やっぱ34とか33とか超えたぐらいから、やっぱりちょっと体のことは気使って、なんか定期的に検診に行ったりとかね、なんかそういったことはなんかちゃんとやっとかないとなっていう。あとはまあ、こういう仕事をしてますけど、やっぱり待ってる時間が長かったりするんで、割と座ってたりとかそういったことがする、待ってる時間が長いんで動かない時間が結構多かったりするんで、そういう時も体を動かすようにしたり、あと普段からベースの体力作りみたいなことはすごい気にしてたりとかはしますかね。33とかぐらいから、まあ、個人的に体力作りでボクシングを始めて、それは本当に教えていただいている先生がいるんですけど、その人にタイミングさえ合えば本当に週3とか週4とかそのぐらいで運動させていただいてます。でも先生がですね、そのスパルタというほどではないんですけれども、やはりその1回に使い切るというふうなことがやっぱりテーマとしてありますので、一向に体力がついてるのかついてないのか分かんないのね。
毎回しんどく終わるから、あれこれ体力ついてるのかなと思うんですけど、たまにその先生に新しく習うように入ったという方と最初と一緒にやる機会みたいなことがあったりするんですけど、そういう時に、あ、俺の方が全然体力持ってるわみたいな時に、しっかりそのなんだろう、地の体力っていうか、うん、ベースの体力を実感できたりして、なんかそういう時はやっぱ嬉しいし、続けててよかったなって思うし、あとやっぱり息が上がらなくなったりとか、撮影の時にね、走ったりすることとか、やっぱ体使うことって結構あるんですよね。アクションとか、なんかアクションシーン、仮面ライダーとか、それこそなんかああいうやつとかやるとやっぱ体動かしたりするから、そういう時にやっぱりやり始める前はやっぱり割と2回3回でハーハー言ったりとか、割と体力ない方だったんで、そうしたらやっぱ続けてたらやっぱ息は上がるけど、息が上がったのが収まるのが早くなるっていうか、でもだからスタミナがついたのかな。でもなんかそういうのはやっぱり年齢とともに続けていかなきゃいけないことっていうか、適度な運動とそういうのは気をつけていかなきゃかなって思ってます。はい、いや医療保険とかってやっぱちょっと複雑で、僕自身ちょっと分かんなかったりするところがあったりして、それでやっぱりその払いすぎの不安であったりとか、足りないんじゃないかっていう不安とかって、先々何が起こるかわからないことへの備えだから、そういう不安ってやっぱり常にあるんだけど、なんだろう、今回のこういう新しいそのリーズンっていうものを印象としては、なんか非常に難しいものとか複雑なものっていうよりは、なんかもうちょっと身近に感じられるような、ちょっと保険というものに対して距離感が近くなるような感じがしました。それとそのね、最後の人生の最後を迎えるまでのその何ですか、サポートをしてくれるっていう、あれは非常に心強いところなのかなと思いましたね。はい、今大河ドラマの撮影をまだしてたりするんですが、まあその中でね、習い事とかね、今回で言えばまあ馬に乗るとか、馬に乗って、まあ馬に乗るはまあ今までも何回かやったことあるんですけど、それに加えて打球っていう、なんかポロみたいな、馬に乗ってこう球を打って打ち合ってゴールするみたいな、なんかそういうスポーツがあって、それをやらせていただいたりとか、あとは大河だけのことで言うと、あと弓と、あと筆と、まあぐらいか、あとはまあ とにかく大きく所作みたいなこととか、なんかそういったことをやらせていただきました。過去にはね、楽器系だとピアノとか、あとアコーディオンなんかもさせていただいたりとかで、まあもう一個こうあるとしたら、新しいチャレンジということで言うと、やはり常にもちろん現場によって新しい方と、あ、同じ方と一緒になることってあるんですけど、やっぱり現場によって喋るセリフから台本からお話から何から全部違うので、現場現場が常に新しいチャレンジといえばチャレンジなのかなっていう気はなんかしています。もちろん同じ方とね、同じチームと仕事をすることもありますけど、でもやっぱり大半が新たな、うん、でもとにかくセリフも違うし、同じ役は一個もないので、そういったことで言うと、なんか毎回毎回新鮮に新しいチャレンジをさせていただいてるなっていうふうなことが実感ですかね。なんかこうやっていろんなことを、まあ大河だけに限らずいろんなことをやらせてもらって、もちろんね、興味があったものもあれば、全く知らない世界の興味の長いものもあるし、だからそういったものでも全部ことごとく楽しいですね。僕は今までやってきた習い事って作品で新たに出会ってやらせてもらったのは、もちろん難しくて辛くて、しかも締め切りがありますから、この日までに
これフレーズ弾けなきゃいけないとか、これ打球できなきゃいけないとかっていう締め切りがあるから、その日までに間に合うのかっていう不安とかもやっぱり常にあるから、だからそういうのはあるけど、僕は割に単純にその物事をなんかと向き合う方なんで、締め切りというよりは。だからそうするとやっぱどれもことごとく難しく、どれもことごとく楽しいです、面白いです、奥深くて、うん、なんか本当にそういった一つ一つのものに出会わせてもらえてるのは本当になんか恵まれてるなっていう風な気がしますですね、はい。あの大河ドラマのちょんまげ、俺自前でやってるんですよ。こんなに髪の毛伸ばしたの初めてで、これは僕の常識をはるかに超えてくる。今ね、髪の毛ね、ここら辺まであるんですよ。で、ま、今大概今まで伸ばしたのでここぐらいまでで、この分伸ばしてるんで、それはそれは女性の方々みんなお風呂入るの大変だろうなっていうことを実感してます。この長さで、あと夏はね、今の時期なんかも暑いし、こりゃ大変だっていうのを今自分の中の常識が覆っているところですね、はい。しかも洗いざらしで寝れないですからね、髪の毛拭いたところでもうずっと滴ってるから。だからもうこんなになりながらこうなんかさ、ドライヤーやってもどんなにあれしてももうそのまま寝たら枕びしゃびしゃになっちゃうんで、だもうとにかくこうやってやって、だからうちの妻なんかも髪長い時期があったんですよ。でドライヤーをバーってやって、ちょっと休憩っつってなんかテレビ見たりとかして、ほんで何やってんのかなって思ったけど、今すごい気持ちがよくわかります。俺も休憩したい。しかも今暑いでしょ、ドライヤー、ドライヤーかけながら汗かいてるから、なんか意味あん、あ、汗滴り落としながらこうやってやってっから、これ俺何やってんだかよく分かんなくなってきて、あ、もうせっかく休憩みたいな感じでやってます。当たり前のルールとして一個思い浮かぶのがですね、そういくつもないんですけど、あの基本的に柄本家の人間はみんな映画館に行くのが好きなんですね。で、だけどまあたまになんかうちでなんか映画でも見ようかみたいな感じで、親父が僕らがちっちゃい時とか、あの映画でも見ようかっていう時に部屋をね真っ暗にするんですよ。で一時停止をしない、家の中で映画を見てるのに、 VHS とかその時だったら。だから極力その映画館と同じ環境を作るっていう。映画館ってほらトイレ行きたくても止まってくれないじゃないですか。だからそれを別に家でやる必要ないと思うんですけどね、止めてね、やりゃいいと思うんですけど、もう絶対に止めない。あと分数のところがあるじゃないですか、こう VHS のあのあそこにでしょ、あれ隠すっていう、なんかねそういうのが僕小学校の時からあって、だから家でテレビ見てんのにトイレ行きたい時とかもう直前までこうやって見て、だってさって行ってトイレ行って戻ってきて、今何があった何があったみたいな感じで、家の中なのに家族で映画を見てる環境が小学校とかちっちゃい時からあって、だからその大きくなってからもなんか自然と家で映画なんか見るときはやっぱ部屋暗くして、まああんまりそういう機会もそんなないんですけど、そういう時はでも必ず消して一時停止とかしないっていう風な感じでしたね。だからあのね、友達とかと映画見てる時とかに、だから高校とかになると友達ん家泊まり行ったりとかするじゃないですか。その友達ん家でじゃあちょっとこの映画で見ようぜっつって帰って、まず映画を見るときに電気を消さないことに驚き、トイレに行くときに止めることに驚き、もうカルチャーショックというか、そらそうだよなって思う反面、
でもなんかその映画を一本見るときに、なんかそうやってなんか準備する、なんかエモトケルールみたいなのは、なんかそういうね、もちろんそうやって見るんでもいいけど、なんか暗くしてね、やっぱ一時停止をしないっていう、そのある種の緊張感を貸して見るっていう風な環境は、まあそんなに悪くもなかったかなっていう風な気がします。常に仕事前っていうのは不安だし、撮影前もやっぱり不安だし、撮影が終わった後も大丈夫だったかななんていうふうなことを思ったりとか、そんな毎日なので不安は常について回るというか、つきものとしてあるんですけれども、一番僕が不安になった経験っていうのは、学生の時から、僕の時から中学校3年生の時に初めての映画出させていただいて、でまあ高校の2年生かその前ぐらいから、まあお仕事またやらせてもらうようになって、でまあ専門学校行って、ほんでその時まあ学校のね生徒としてやってて、学生だったんですよね。学生でこの映画とかドラマとかやらせていただいたんですけど、そのなんだろう、学生じゃなくなってこの仕事一本になった時が一番不安でしたね。この仕事ってなんか割とね、ざらに1ヶ月半とか平気で空いたりとかすることはもうめちゃくちゃあるんで、でなんか同級生で、そのタイミングで僕一人暮らしやなんかも始めてたんですけど、でなんか同級生とかに会うと、みんなあのスーツとか着て、僕なんか夏だったら短パンに T シャツみたいなチャランポランな格好であったりとかして、仕事ないし、ただその時にものすごく不安になりましたね。要するに自分が、まあ大げさな言い方をすれば、その時そんな風に思ってなかったですけど、今思えば自分がまあある種何者であるのかっていう風なことみたいなことかな。だから学生の時ってやっぱり学生が本分であるから、こっちの役者さんという俳優という仕事をやれてたんだけど、この土台がなくなったら、なんかもうふわふわしちゃって、ある種社会とのつながりみたいなことを、なんかこの学生がこうやってて、だから本職がこっちだったんですよね。であったからこれができてたんだけど、これがなくなったら、なんかこれがもう足元ふわふわしちゃって、だけどね、あの仕事はないし、だからそうした時に、まあある一つ思いついたのが、とにかく一人暮らし始めた時だったんで、その万年床にしないとか、朝起きたら布団もちゃんとあげるとか、台所に食器をためないとかで、掃除はちゃんとするとか、洗濯回して洗濯物を回し終わったやつか、乾いたやつをボンと置いておくには、それも全部畳んでっていう、なんかそこのちゃんと生活をすることで、自らその自分の本分はこっちだっていう風な地盤を自分なりに作って、なんかそれが落ち着いてきたら、なんか仕事の方もちょっと気持ち楽にあの取り組めるようにはなりましたね。でもその不安っていうのは、でも結局やっぱりその不安が今もずっとどこかでは続いている。だから一つ一つの仕事をやっぱりおぞなりにはできないし、例えば仕事がこうやって空いた時に、じゃあその空いた時間をどう過ごすのかっていうところなのかなっていう、だから開店休業状態であっても品物にやっぱ畑はかけとこうぜっていう風な感じのことを、なんかその時に学んだかなっていう気がします。そんな感じです。やっぱ映画が好きでこの世界に入り込んでいて、あの忙しかったりするとなかなか映画を見れていなかったりとか、映画館に行けてなかったりとかして、そうした時に、だけど仕事はしてるじゃないですか。だからなんかこう出してってはいるんだけど、
なんかやっぱ出してるばっかりだとやっぱりこう疲弊してくるというか疲れてくるんですよね、心の豊かさ。まあ家族もそうですしあれだけど、なんかベースのその仕事に向かっていくところの一個の原動力にやっぱり映画館に通っている、まあ今もうおじさんになったけど、まあ少年時代の自分っていうものがいて、やっぱそこのところが今の仕事につなげてくれてるような気もしていて、だからどんなに忙しくてもなんか映画館に行くことをかまけてるとやっぱりなんだろうな、すごく疲れてきちゃう。だから休みの日とか多少無理してでも体力的にきついんだけど、この撮影終わって11時から23時ぐらいからなんか見たい映画やってっからそれだけちょっとパッと見ちゃおうみたいな感じで、体力的にはしんどいんだけど、明日も朝早いしみたいな時でもしんどいけど、なんか映画館入っていく時くらいからやっぱりなんかほっとして、で映画館のね、あの椅子に大勢のなんかね観客となんか人たちと座ったりするとなんかやっぱ安心してほっとして、あーなんか良かったって思うのかな、なんだろうな映画館の良さにまた改めて気がつかされると、一瞬でこうグッとこう一回行くだけでなんかそこにエネルギーを貯めさせていただける感じがして、はい、かな、はい。